こんにちは9月20日日本株投資戦略レポートをお届けしますす楽天証券久保田です今日の内容ですけれども、日経平均先物を見るときの注意点としまして、9月28日まで日経平均よりも約180円低い水準で推移するということを話します。今日の内容ですね、一応先物などを見ている上級者向けの内容なんですけど、ただ、あの 株式投資の初心者も結論のところだけは聞いておいた方がいいと思うので、最初の結論の部分は聞いておいてください。なお、今日のレポート内容を評価していただければ、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンもお願いいたします。またあの、ぜひコメントも入れていただければ読ませていただきますので、お願いいたします。それでは、まず結論のところから申し上げます。この1と2を見てください。1って書いてあるところですけども、9月28日までですね。 日経平均先物って言ってるものは、日経平均よりも約180円低い水準で推移します。9月29日以降は、日経平均先物と日経平均はほぼ同年になるんですね。それを覚えておいていただきたいということですけれども、これ、どういうところで影響されるかっていうと、CME 日経平均先物を見るときの見方が変わります。CME 日経平均先ものっていうのは あのシカゴに上場している日経平均の先物でして、まあ、あの東証が取引していない夜間に値段が動くわけなんですけれどもでその朝,朝方につくですねシカゴの日経平均先物の,の終わり値がいくらになってるかっていうことを注意して見る人が多いんですね今日の日経平均どれぐらい上がるかな下がるかなって思う時にシカゴの日経平均先物の,の終わり値を見るわけですね。 でシカゴの日経平均先物が大きく下がっていれば日経平均下がって始まりそうだなでシカゴの日経平均先物が上がっていればえ今日は上がって始まりそうだなって思う人が多いわけなんですけどその時その見方でちょっと注意しなきゃいけないんですね9月28日までは日経平均先物の,の12月切りが約180円低い水準で推移しますからもし 3万円ですね、えー、前日の CME 日経平均先物の,の終わり、ね、3万円ですって言われたら、その後特に新しいニュースが何もなくて、その状態で日,あの日経平均がスタートするとすれば、3万180円ぐらいでスタートするというふうに考えられるわけなんですね。ところが、9月29日以降になると、今度は。 日経平均先物が3万円で終わってましたって言ったら、まあ3万円ぐらいでスタートするとほぼ同年になるということですね。だからちょっと見方が変わるんで、9月28日までなんですけども、約180円足してみなきゃいけないということを覚えておいてください。結論はこれだけです。でなぜそうなるかっていうことを今お話ししますんで、まあそれも興味ある方はこの後もお聞きください。 でまず事実として見ていただきたいんですけど9月15日の日経平均と日経平均先物12月切りの推移をこちらに示していますね青が日経平均ですで赤が日経平均先物なんですねで日経平均はお昼休みとかあるんでお昼休みところはこう空白になってますけども先物はお昼休みもずっと売買できますから線がつながってますよねで先ものは 朝8時45分から始まって、3時15分まで取引されますんで、日経平均の売買されてる時間よりもちょっと長いということなんですけども、日経平均が動いてて、日経平均先物も,も動いてるとき、これ見ていただくと、常に約180円、日経平均先物の,の方が下なんですね。これがあの日経平均先物12月切りの理論値になります。ただこれあの1年中そうななんじゃないんですよ あの9月29日以降になりますと今度同じ値段で動くほぼ同じ値段で動くようになりますから今だけ180円下で動くということなんですね。じゃあなんでそんなこと起こるんですかという理由を説明しているのがこちらのスライドなんですけど9月28日って何の日ですかっていうと9月の中間決算の配当金を受け取ることの権利付きの最終売買日なんですね。 で、株式現物を持ってる人まあ、日経平均インデックスファンドでもいいですけど、そういうものを持ってる人とえー、先物買い立ててる人で配当金を受け取れる。受け取れないというのは違うんですね。株式現物だとか、あの日経平均インデックスファンドを持っている人は約180円ですね。あの日経平均3万いくらに？ 当たりとうことですけども約180円の配当金を受け取る権利が確定するんですね、9月28日に持っていれば。ところが、日経平均先物の,の12月切りを9月28日に買い立てしていても、配当金を受け取ることはできないんですね。その差があるんで、配当金を受け取れない分だけ先物の,の方が約180円低い値段で推移するんです。でもじゃあ9月日日になったらこの日は 権利落ちです9月29日に株式現物を買ってももう9月末の中間配当金を受け取る権利はないんですね。インデックスファンドを買っても現物を買っても9月29日だともう9月の中間決算は受け取ることができない。先物でも当然配当金を受け取らないわけですから一緒になるわけです。そうすると9月29日からは え先物と株式の現物が同じ値段で推移するようになるんですね。9月28日までは株あの日経平均に対して約180円低い値段で先物が動いているけど、9月29日になると同じ値段になるということなんです。それを覚えておいてください。これは配当金の関係ということですね。で、日経平均先物先物っていつもあの言ってますけども、これは。 日経平均先物って12月まで取引されるものとか来年の3月まで取引されるもの来年6月まで取引されるものいろんなものがあるわけですねただ一番たくさん売買されているものを中心減月というふうに言ってるんですけどもその中心減月がその時その時で違うわけなんですで一番最初に最終売買日を迎えるものがいつも中心減月で一番売買されるんですねそこから先っていうものはあまり売買されない 今でいうと、今年の12月9日まで売買される、12月切りが一番活発に売買されるので、中心減月となっているんですね。だからこれちょっとここ、振り返ってみていただくと、3月12日から今年のですね、3月12日から6月10日までは、6月切りが活発に売買されていると。 だから日経平均先物って言ったとき6月切りのことなんですよね。でも6月切りの売買は今年の6月10日で終わりました、消滅しました。で6月11日から9月9日までは日経平均先物9月切りが中心減月になって活発に売買されるわけなんですね。ところが9月切りっていうのは9月9日でもう終了して売買できなくなっている。じゃ9月10日から12月9日までは 12月切りが一番活発に売買されるんですねですから、ここ9月9日までは、日経平均先物って言ったら、9月切りのことなんですよ、9月切りのことなんですから、9月9日時点では、日経平均先物と日経平均は同じ値段で動いてるんですね。ところが、9月10日からは、日経平均先物って言ったら、12月切りを見るようになるんですよ。 だから9月9日まで日経平均と日経平均先ほど同じ値段で動いてるのに9月10日になるといきなり約180円低い値段で動く12月切りを見ることになるんですね。 だからこの時にちょっと日経平均先物の,の見方で勘違いしてしまう投資家がいるんで9月10日から9月28日までは180円低いところで推移するよということを覚えておいてください。ところが9月29日以降になるとまた12月切りと日経平均先物同じ値段で動くようになりますので。 で、その12月切りも12月9日になると売買が終了して、12月10日からは今度日経平均先物って言ったら、来年の3月で終わる3月切りになりますねえ。それが3月10日まで売買されるということです。で、だから普段はもう日経平均と日経平均先物、ほとほぼ同じ値段で動くんですよ。ということなんですけれども、9月の一時期とですね。あと来年ですね。 3月の11日以降ですね、3月の日経平均先物がまたちょっと低い値段で推移するようになるんですけど、それはまたその時お伝えしようというふうに思います。だから今だけの特殊なことですけども、ちょっと覚えておいていただくと、シカゴの日経平均先物とか大阪の日経平均先物を見るときにちょっと混乱しないで済むというふうに思います。しばらくの間だけ日経平均先ものに 180円足していただくとそれが日経平均の理論値ということになりますちょっと難しい内容でしたけれども今日は上級者向けのお話をいたしましたなお今日のレポート内容を評価していただければぜひチャンネル登録をお願いいたしますいいねボタンもお願いいたしますまたコメントもぜひ入れてくださいありがとうございました